Minasan, namaste. Nihongo no EPG Pathoshala ようこそ. Watashi wa Kanna Anita to moshimasu. Neru Daigaku de Nihon Bungaku Nihongo o oshiete imasu. Kyou no module no dai wa Nikki Bungaku no ni desu. このモジュールの番号は16番です。そして、ペーパー6の中古近世文学に属しています。このモジュールの題は、カゲロウ日記です。平安時代の日記は、作家が当時の読者のことを考えて執筆したわけではありません。ですから、みんなは一人称で書かれて、無名作家になっています。その文学性は発見されたのが、明治時代頃のこととされています。そして、各日記の内容は仕上げられて、それぞれのキーワードにちなんで名付けられたことです。作家自体の名前が知られていません。例えば、今日詳しく勉強するカゲロウ日記の作家は、自分のことを藤原の蟹江の妻と、あるいは道綱の母として記述すると同じように、更科日記の作家も自分のことを菅原の高末の娘として執筆します。カゲロウ日記の作者の道綱の母は本朝三美人の一人といった評判がありました。そして当時の権力者であった藤原の蟹江との結婚後、道綱の母として不幸な存在になって自分の不満をカゲロウ日記に描いていることです。目的。このモジュールの目的は次のようです。藤原の道綱の母の人生を小説のように書いたカゲロウ日記を通して、平安時代の官僚の家庭事情、そして中下級の貴族の生活を知ること、一夫多妻、妻同婚の結婚制度に巻き込まれた平安女性の悲劇をわかること、大化改新、律令国家の完備と、社会や個人特に女性にその影響を見ることです。背景。仮名文字の発展と上流日記文学の誕生が長い関連があり、女帝の代表的な例となっています。さらに物語の展開にも影響を及ぼしたことは言うまでもないです。日記文学の作者はほとんど教養があり、宮廷で女房として勤めていました。平安時代の摂政関白制度から生じた状況が、貴族の女性の教養や才能を発揮することを大切にしたので、その波紋として優れた上流文学が生まれたとされています。紀貫之が書いた有名な冒頭文があります。男も書くと聞いている日記というものを、女である私も試みてみましょうと思って書くのです。これの年の師走の20日、あまり
一日の日の犬の時に悶でする。その旅のことを少しばかり書きつける。この条文は、土佐日記の作家であった紀貫之が書いたことを、前のモジュールでも勉強しました。紀貫之は、最初の直線和歌集、古今和歌集の編集者の一人で、この歌手の彼女を記した人物ですね。そして、紀貫之は古今和歌集の編集を終わってから、その後、土佐の神として任じられて、都を遠く離れた土佐の国へ下ります。しかし、当時の土佐の国は、都から遠くて、流刑地として知られていたことから考えると、紀貫之にとりまして、この転勤は、昇進より転落の意味合いがあったと言っても、良いです。さらに土佐に滞在中、京都生まれの子供との死別に対する土佐から都に帰る時の記述などを旅行記としてこの日記に記しました。彼が金文字で記した紀行文が上流日記の最初の作品として評価されています。さらに、日記の冒頭の文章からも明らかであるように、筆者はこれを女手の立場から自分のことを女に委託して記しましたね。当時、平安時代の貴族と女房の間、金文字で書かれた三文、つまり、大和歌に対して、大和文書、つまりプローズの認識を広めようとした試みとも言えます。すでに和歌や歌集に金文字の言葉書きの文章に慣れていた女性は、紀貫之の冒頭の句からヒントを得て、日記を書いてみるようにしたいという気持ちになったに違いないと思います。紫式部のような源氏物語を書いた上流作家こそ、その魅力に惹かれて、紫式部日記という日記を記しました。ただし、上流日記の代表的な作品として挙げられるのは、土佐日記より道砂の母が書いた日記、つまり影の日記があると思われています。影の日記が日記文学の傑作と見られます。影の日記。作家は道砂の母として自分の人生に触れるが、日記の初めに父の藤原の林康のこと、それから結婚後、夫の藤原の金家と一緒に過ごした日々のことに触れています。この影の日記の冒頭に、作家は自分のことを次のように紹介します。学校反省の時間がこんなに虚しく過ぎて、誠に頼りなく、どちらつかずのありさまで暮らしている女があった。要望といっても、人並みでもないし、
資料分別もあるわけでなし、こんな役立たずの状態でいるのも当然だと思いながら、ただなんとなく毎日を過ごす、それぞれのままに世間に流布している古物語の端々を覗いてみると、ありきたりのいい加減な作り事でさえもてはやされるのだから、人並みでない身の上でも日記として書いてみたら、なおのこと面白く思われることだろう。この上もなく高い身分の人々の結婚の真相はどんなものかと尋ねる人がいたら、その答えの一例にでもしてほしいと思うのだが、過ぎ去った長い年月のことは、記憶が薄れてはっきりしないので、まあどうにかという程度のあやふやなことも多くなってしました。この上等文があって、内容は上中下の三巻のうち、上巻は954年のことが舞台となります。カゲロニキの作家は、時の右大臣の三男の藤原の兼家から求婚のメッセージをもらいます。その時、道綱の母は19歳で、藤原の兼家が26歳でした。結婚後、わずか1年以内に、道綱が生まれます。兼家はすでに結婚していて、子供もいましたが、カゲロニキは道綱の母が自分の人生のことをまとめて書いた作品です。先申し上げたように、上巻は954年から968年までの記述があります。その出発点は兼家の求婚ですね。徐々に結婚につながります。しかし、妊娠した喜びは間もなく、夫の浮気の噂で悩みに変わります。続きまして、中間は969年から971年までの記述があります。中間の冒頭に次のように書いてあります。このような儚い日々を過ごしながら、新しい年の元旦を迎え、それについてもやはりあの人の訪れが待たれるか、今でずっと私のところでは、普通と違って世間の人々のすることは意味もしないから、こんなに幸せ、薄い身の上なのかしらと思い、牧野三冠は972年から974年までの期間の出来事を描写します。次の冒頭の文章を見ると、作者の人生の中心は道綱に移っています。こうしてまた年が明けると、天禄三年という年になったようです。まるで悩ましみもつらいことも、共にさっぱりと忘れ、晴れやかな気分になったような気が
しています。タイユに装束をつけさせ、山間に送り出します。庭に走り降りて、そのまま廃部するのを見ると、いよいよ立派に成人したと感じて、目頭が熱くなります。三河は帝、つまり延宥天皇の御元服の儀式ということで、世間が騒がしくなっています。白馬の設置だなどというが、今日もわかないままに、その7日も過ぎてしまいました。このように自分の20年間の事柄を、かげろう日記に記した作者は、絶望感をなくして、幸せを求めようとして、仏教に頼りを求めます。が、